日毎日繰り返す。みんなよしなに過ごしましょう。千夜一夜と織りなす私たちの日常。ああ歴史に名を残すような大胆なこといつかしてみたい。なんて気持ちだけただ先走りしてもやもやしちゃう。想像を超える日々がいつかこの先に待ってるのかな。誰にも分かってもらえなくてもいいじゃん。一人じゃないんだ。昔昔あるところにから始まって進んでゆくストーリー。あの日見た夢が長い時間を超えてきたら一番星。昔昔あるところに行ったあなたと私の物語。100年過ぎても色褪せないって約束したの覚えてる。空に見た一番星。江戸時代後期、長州藩士の次男として生まれた吉田松陰は幼い頃から才気冠発。叔父の開いた私塾で兵法を学んで頭角を現し、若干9歳にして兵学師範に就任。28歳で松下村塾の塾長となった。だから幕府はもっと偉人どもを排除すべきなんだよ。君の考えはわかりますが、もはや幕府に頼ってばかりもいられません。我々自身でことをなさねばならないのです。わかっている。しかし。はい、残念ですが午前の授業はここまでです。松陰先生、まだ俺には話足りぬことが。君たちの議論は白熱したら終わりがないですからね。一度休憩にしてお昼ご飯にしましょう。腹が減っては戦はできぬということですね。チェ、君たちは元気ですね。他の人もこの二人を見習って午後から大いに議論してください。沈黙自ら守るはよ、甚だこれを憎む。自分の意見を言わないのではここに来ている意味がありませんから。はい。やっぱり先生の授業についていくのは大変だな。そうか、座ってただ本を読むだけの授業よりよっぽど楽しいけど。俺みたいな町人の息子には机に向かってそろばん叩く授業の方がおあつらい向きなんだよ。なあ、知ってるか先生の噂。噂？ああ、それ知ってるぜ。東北旅行の話だろ。江戸時代、各地には関所が設けられ、関所を行き来するには藩から発行された通行手形が必要だった。明日から待ちに待った親友との東北旅行なのに通行手形が発行されない。一体どうなってるんだ。このままでは帝蔵との約束を破ることになってしまう。旅行楽しみだな。寝坊するなよ。ちゃんと通行手形持って家を出るんだぞ。ドド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 。かくなる上は。うわあ、朝の勤務は眠気との戦いだな。あ、おい、今誰か通らなかったか。さあ、気のせいじゃないか。脱藩してなんとか間に合った。お前、そこまでして俺との約束を。旅行の後はバッチリ処罰を受けたらしい。すごい。さすが松陰先生だな。完全に狂ってる。友達がわざわざ脱藩して待ち合わせ場所に来たら旅行どころじゃなくなるな、俺だったら。でも俺の聞いた噂はそれじゃないぞ。俺の聞いたのは。1853年、黒船が浦賀に来航し日本人を震撼させた。吉田松陰、23歳の春である。おお、見えるか虎次郎。
あれがアメリカから来たという黒船じゃ。はい先生、すごいですね。大きい船だ。うん、あれが西洋の力というわけか。一体どれほど文明が進んでおるのか。恐ろしいの、トラジロー。あれに乗ればアメリカまで行くことができるのでしょうか。そうじゃの。あの船に忍び込んで身を潜めておれば、いずれアメリカまで行けるやもしれぬの。しかしトラジロー、そんなバカなこと。トラジロー、あやつどこに行ったのじゃ。よし、そっと横につけて気づかれないように。先生、僕怖いですよ。こんなのバレたら。え、こんなのバレたら何の罪になるかも分かりませんよ。なんたって前例がないんだから。こんな突拍子もない。おお、誰ですかあなたたち。出たろ。化け物みたいに言わないでください。ハロー、我々をアメリカに連れてってください。わお、ジャパニーズクレイジーボーイですね。この後自首して投獄されたらしい。その潔さ何なの。20代にして数多くの伝説を残していた吉田松陰は、当然のごとく幕府に目をつけられていた。お前が謀反人梅田雲斌の関係者であるという触れ込みがあってな。これについて何か心当たりや弁明はあるか。ああ、その通りです。老中の真鍋昭勝殿を暗殺する計画を立てておりました。なんだと。その潔さ何なの。松陰は老中暗殺計画を自白し、安政の大獄で処刑された。しかし彼の教えは死んでもなお生き続け、松下村塾で1年しか教鞭を取らなかったにもかかわらず、教え子である高杉晋作や伊藤博文など多くが明治維新の重要人物となったのである。だから幕府はもっと偉人どもを排除すべきなんだよ。君の考えはわかりますが、もはや幕府に頼ってばかりもいられません。我々自身でことをなさねばならないのです。わかっている。しかし。うん、いつも君たちの議論にはなかなか決着がつかないですね。どうです、ここらで新しい風を入れてみるのは。新しい風ですか。玄三、あなたの意見はどうですか。私ですか。はい、普段君の声をあまり聞いていないような気がしましてね。申し訳ございません。先生が意見を言わないものを嫌ってることは分かっているのです。しかし私はただの町人で学がありません。皆さんの前では萎縮してしまって。なんだ、そんなことを気にしていたんですか。それならいい方法があります。いい方法。なんだこれ。歌ですよ、歌。歌？歌を歌えば言いにくいことも音色に乗せて話せるはず。恥ずかしがらず自分卑下せず伝えてみよう君の言葉。打倒幕府、打倒幕府、打倒幕せよ。くたびれてもたとえ血にまみれても天下はみんな。
のものではなく天皇の天下、幕府の天下ではなく天皇の天下。思想が強えわ。いや素晴らしい。君がそれほどまでの潜在能力を秘めているとは思いませんでした。なかなかやるじゃねえかよ。キャッチーな曲ですね。俺も歌いたくなってきました。私もちょうどそう思っていたところです。一緒に歌いましょう。歌を歌えばギリギリなことも音色に乗せてごまかせる。その通り、難しい熟語知らなくて大丈夫。打倒幕府、打倒幕府、どう幕せよ。血まみれても、たとえ血にまみれても、塾生の歌声は昭和村塾を越えて町中に広がった。そのキャッチーな歌詞とメロディーは人々の心をつかみ、江戸の町にも伝わっていった。上様、昭和村塾は危険です。今すぐにでも捕らえて処刑すべきかと。そうは言っても、吉田松陰が考えたあの歌は町中で人気があるようだぞ。だからこそ言っているのです。上様、あの歌の歌詞をもう一度よく思い出してください。あんなものが日本に流行するなど、幕府の恥、上様の恥でございますよ。サビのところがいいよな。なんかさ、急に熱がこもる感じで。上様。ああすまない。奴らをひっ捕らえて死刑といたします。よろしいですね。うん、そうだな。私としても幕府の権威が落ちるのは困る。任せたぞ、直助。こうして昭和村塾の塾生は捕らえられ、江戸に連行された。いてててて、 あんなに鞭打つことないじゃないか。俺があんな歌を歌ったせいで、みんなをこんな目に。大丈夫だ。むしろあの歌のおかげで倒幕を望む民の多さを知ることができた。貴様らがあのわけのわからん歌を作ったやつらか。はあ、わけがわからないだと。あんなに直球な歌も珍しいぜ。おやめなさい、新作。脳みその小さい幕府の犬には理解できないのでしょう。ほう、かなり痛めつけたはずだが、口だけは達者なようだな。さあ、吉田松陰立て。今からお前たちの先生を処刑するから、よく見ていろよ。先生。みんな、私の志、受け継いでくださいね。歌を歌えば、言いにくいことも音色に乗せて話せるはず。だ、誰だ、その歌を歌うな。恥ずかしがらず、自分ひげせず、伝えてみよう君の言葉。打倒幕府、打倒幕府、打倒幕府せよ。私を助けに来てくれたのか。当たり前だ、
死罪覚悟で私との待ち合わせの約束を守ったバカな男を放っておけるわけがないだろう。先生、この曲いい曲っす。さすが先生っす。ペリーさんにも聴かせてあげたいっす。くそ、お前たちこんなことをしてただで済むと思っているのか。お前こそこんなことしてただで済むと思ってんのか。松陰先生を処刑すれば他の塾生はもちろん民衆が黙ってませんよ。もうお聞きになったでしょう。みんなが新しい日本を待ち望んでる歌声をね。打倒幕府、打倒幕府、打倒幕府せよ。痛みでも呪いしまみれでも、ではない最高だ。こうして一滴の血も流すことなく江戸幕府はその長い歴史に幕を閉じた。松下村塾の塾生はある者は政治家、ある者は軍人として新しい日本のリーダーとなり、歌を歌って国民を導いていくのであった。打倒幕府、打倒幕府、はっ。ソングイズパワーです。打倒